ああ暑い。もうすぐ秋だと思ったら台風が連続してくるなんて。過ごしやすい日が本当に減った気がする。いけー、そこだーやれー。一緒にいると一年中快適に過ごせない奴もいるがな。どうしたんですか？お、君たちちょうどいいところに。声からすると競馬でも見てたのか？サッカー見てた。あれがサッカーの応援だったのかい。嫌に熱が入ってますね。ダービーだからもちろん気合が入るさ。この前までオリンピック応援してたのにアホほどエネルギーがあるな。いけーそこだーやれー潰せー。潰せはおかしいだろ。まあ応援してつい熱が入ってそういうこと言っちゃいますよね。あ、そこだそこでデススライディングでやっちまえ。デスって言っちゃったよ。いやー昨日テレビでサッカー関連の番組を見ちゃったからつい熱くなっちゃって。なんだ、ブルーロックとか見たのか？それともキャプテン翼とか？少林サッカーを見た。あまたのサッカー関連コンテンツで一番かけ離れてるやつじゃねえか。キーパーが試合中に電話で奥さんに別れの言葉を言って相手チーム10人のシュートの嵐から耐えてるシーンが最高だよね。ツッコミどころが多すぎる。それで多少過激なプレイを求めるのかも。フィクションと現実の区別がついてない。まあでも最近はあからさまなラフプレイは減ってきたからな。テクノロジーの進化でビデオとか使われてるしね。しかしとんでもないラフプレイをした結果社会の注目を集めてしまう事件がありました。そんなことがあったの？それでは今回その事件の解説をしましょう。帰って甲子園を見たいんだけど。聞いてくれたらおっとっとを用意します。聞く、相変わらずちょろい。ということで今回解説するのは、日本大学アメリカンフットボール部、日大アメフト部の反則タックル事件について解説します。そういえば前に事件があったな。どんなんだっけ？まずは日本大学について少々。日大ってめっちゃでかいんだよな。もしかして1000人ぐらい？小さすぎるわ。大学で 7.4 万人。多すぎ。子供園から大学院まで含めると11万人以上いますね。もはや都市だな。学園都市を形成してほしいな。ランキングつけそう。卒業生で126万人。広さは3084万平米と東京ディズニーランドシーの27倍の面積です。もはやわけわからん規模だ。当然日本一の学生数を誇る大学で、総資産は7857億円、純資産でも6357億円です。私立大学は苦しいって言うけどとんでもなくお金があるんだな。まあ苦しい大学もあるってことだよな。前身が日本法律学校でその後だんだんと規模を大きくして16学部86学科にもなりました。増やしすぎだろ。そんな日大はスポーツに力を入れています。なんでスポーツを学生は勉強だけすればいいのでは？お前はめんどくさいモンスターペアレントか。よく言われるのは歴史的な背景があったり大学の知名度が上がるからですね。最近はプロスポーツだが昔の大学スポーツは盛んだったからな。それで人を集めやすくすると。その中でも日大アメフト部の日本大学フェニックスは名門で、1940年に設立されて関東学生リーグ優勝49回、甲子園ボール優勝21回、ライスボール優勝4回と名門でした。ライスボールっておにぎり？なんでおにぎりが出てくるんだよ。甲子園ボールが大学日本一を決める決勝戦で、ライスボールがその先の社会人王者と対決する最後の決勝です。社会人にも勝ったことあるのか。その社会人たちダサくないか？勝った学生を褒めろ。その優勝回数から東の日大西の関学と言われるほどだったんですが。関東だと圧倒的な王者なのね。90年まで強かったのですがその後甲子園ボールにも出られなくなりました。なんと情けない。まあそこに出るだけでもすごいことだからな。しかし44年ぶりに監督が交代してチームが強くなり甲子園ボールに出場できるようになりました。強い日大が帰ってきたのか。しかし甲子園ボールでなかなか勝てず、何回か決勝行けば勝てそうな気がするが、この頃の大学アメフトは関西が強く2007年から10年間ずっと西日本代表が勝利。まるで一時期の日本シリーズだな。なんでや阪神関係ないやろ。阪神この前勝っただろうが。この中でも関学が6回優勝してます。ラスボスすぎる。1回監督が交代したんですがその後1年で復帰。そして2017年に悲願の甲子園ボールで27年ぶりの勝利を達成しました。なんともドラマチックだな。これだからスポーツはやめられないよね。しかしこの翌年とんでもないことになりました。え？事件は日大が優勝した翌年の2018年5月に起きました。何があったんだ？日大と関学との定期戦が東京のスタジアムで行われたのですが、決勝戦のカードを定期的にやるって豪華だな。リーグ戦前の力試しだな。日大が守備の時に相手のクォーターバックがパスを投げた後タックルしました。まあ普通では、それがパスを投げ終えて無防備だった状態でのタックルでした。結果食らったクォーターバックは負傷しました。それは危ないだろ。え、別に大したことないのでは？
とこんな感じに無防備だとダメージが大きいのがわかったか？イエスマム。その後タックルをした選手は3度のパーソナルファウルを犯して退場となりました。そのままファウルし続けたのか。試合が終了して関学が勝利したのですが、関学側の監督は怪我されたので機嫌が良くなかったです。そりゃよくわからん。タックルで怪我されたのであれば腹立つよね。それで日大側の監督は、力がないから厳しくプレッシャーをかけている。待ちではなく攻めで戦わないと。選手も必死。あれぐらいやっていかないと勝てない。やらせている私の責任。普通によくある試合後のインタビューって感じだな。このタックルが X に投稿されて一気に話題となりました。確かにあのタックルは危なすぎるから話題になるのもわかる。実際怪我しちゃったしな。その後対応するものの話がどんどんと大きくなって社会問題レベルになっていき、記者会見を行うことになりました。それで日大は第三者委員会を設立して調査することに。大学の部活がとんでもないことになった。なんかこれだけを聞くとなぜあれだけ騒動になったか不思議に思ってきた。スポーツで試合中の怪我というのは珍しくないよね。焦点となったのはこの異常なプレーを監督コーチが指示したかどうか。監督の指示だったらヤバくないか。下手したら選手生命に関わるぞ。この事件の背景について解説すると、まずタックルをした選手はコーチと高校からの付き合いでした。付き合ってたの？師弟関係ということだ。選手は日大系の高校でしたので。日大の高校って甲子園とかでよく見かけるな。有望な選手で日本代表に選ばれるほどだったんですが、監督が QB を仕留めきれてない。それで外される練習もあって、監督やコーチからやる気があるのかないのかわからないので、そういうやつは試合に出さない、やめてもいい、お前が変わらない限り練習にも試合にも出さないと具体的な理由や改善点を言われませんでした。要は根性出せやってことか。日本代表に行っちゃダメだよと理由は言わず辞退するように命じられて、練習でもよくわからない理由でグラウンドを走らされました。自分で考えさせる意味もあるんだろうけど、まだ若い青年なんだからある程度ヒント出さないと混乱するだろ。その後も選手は同じ練習を外されるんですが、コーチが監督にお前がどうしたら試合に出せるか聞いたら、相手の QB をワンプレイ目で潰せば出してやると言っていた。 QB を潰しに行きますので僕を使ってくださいと監督に言いに行け。要は結果出せと追い込んだわけか。そんな確実にできるものでもなくない？さらにコーチは相手の QB とは知り合いなのか？関学大との定期戦がなくなってもいいだろう。相手の QB が怪我をして秋の試合に出られなかったらこっちの得だろう。これは本当にやらなくてはいけないぞと告げられたようです。要は必殺を誓えと。スポーツで出していい機会じゃない。この部分はコーチが言ったかは本人的に曖昧にしてるんですが、アメフトで潰すというのは普通思いっきり相手選手にぶつかるという意味で、別に怪我をさせることは含まれません。サッカーなんかのコンタクトが多いスポーツだと使う表現だよな。だけどワンプレイ目でやれ、怪我を匂わす発言されたらあの行動も合点がいく。コーチは監督に言いに行け、髪型も坊主にしてこないと俺も出すわけにはいかないな。坊主の強要か。坊主にするのが安易すぎませんか？っていうかこれ犯罪教唆なのでは？それでコーチはとにかく QB へタックルに行けというような指示を出しました。完全にやる気満々じゃないですか。試合当日、当初スタメンに選ばれなかったのですが、試合に出してください。監督に言いに行け。相手の QB を潰しに行くんで使ってください。やらなきゃ意味ないよ。それで試合に出ることになりました。これ気合注入しているわけじゃなくて追い込んでる感じになってるね。コーチは試合直前に、できませんでは済まされんぞ、わかってるな。やりとりがヤクザの親分と鉄砲玉にしか思えない。それで一度目が例のプレイです。あの必殺タックルと、この直後サイドラインにいた監督とコーチは、選手がやりましたね。おお、やりとりが V シネでよく見かけるやつじゃん。小沢仁志を呼ばなきゃ。そのままプレイを続行して、選手が2回目の反則をした時にレフェリーがコーチに何とかしてくれと要望。レフェリーが言うってよっぽどでは？その後3回目のファウルで退場となって、選手が戻るとコーチは、今日は退場だが次の試合があるから気にするな。これでお前が成長すればいいじゃないか。お前の指示だろうが。その後選手は号泣して、他の選手が励ますものの反応しなかったようです。選手がかわいそうすぎる。試合後監督はスタメンと4年が集められたハドル、ミーティングで反則行為についてこう言及しました。こいつには私がやらせた、こいつが成長してくれるならそれでいい。相手のことを考える必要はない。こいつがやったことを周りから聞かれたら俺がやらせたんだと言え。
ポジション別のミーティングで他の選手が進言してきたのでコーチは、他の選手は自分にもやらせろと言ってきたぞ。お前にそれが言えるか。お前のそういうところが足りないと言っているんだ。これらの状況を見たら明確に言ったわけではないが、洗脳してやらせたって言われてもしょうがないと思う。その後の監督への囲み取材でも、プレッシャーをかけて必死にやってる。これが私のやり方。やらせているのは私の責任。自分の責任って言ったのね。その後ネットを中心に反則タックルが話題となって、試合から2日後の5月8日に監督とコーチが選手と面談を行い、アメフトをやりたくない、お前の処罰は終わっているからいい、世間は監督を叩きたいだけでお前じゃないので気にするなと発言。要は責任を取ってくれると。関東学連も動き出して10日に監督を厳重注意して、関学アメフト部も日大アメフト部に対して説明と謝罪を要求する書面を送付。同日に日大アメフト部公式サイトに謝罪文を掲載。すぐに謝罪したのか。翌日に監督、コーチ、選手の両親が監督の部屋で面談を実施。父親が相手選手側に謝罪をしたいと申してると、今はやめてほしい。え？父親は、監督コーチが指示し選手はこれに従っただけという内容を公表したい、これらを規律委員会で話してもいいか。監督はこれを拒絶。なんかきな臭くなった。その後コーチが関学大に選手と共に謝りに行くものの、関学大側が拒否。その後関学大が記者会見を実施しました。公に怒りを表明したのか。翌日に監督の指示でコーチが選手と父親を日大のキャンパスに呼び出します。何をするんだ。日大の理事が、タックルが故意に行われたものだといえばバッシングを受けると言って、監督らの関与がなかったかのように説明するように求めて、さらに、同意してくれれば私が大学はもちろん一生面倒を見る、ただそうでなかった時は日大が総力を挙げて潰しに行くと発言。脅しじゃねえか。この間スポーツ庁がこの件を強く非難したり、大学のアメフト部が対戦中止を発表し始めます。周りから非難を受けてる。翌日に日大アメフト部が関学大アメフト部に書面の回答書を持参。今回は指導者の指導と選手の受け取り方で乖離していた。関学大の選手を負傷させる気はなかった。そんなつもりはなかったと。16日に日大がアメフト部関係者から事情聴取。日大が出てくるの遅すぎませんか。ちなみにこの日大の職員は聴取した部員数名に対して監督の指示を話さないように求めます。こっちも揉み消そうとしてるのか。大学の体質が伺える。この頃から日大への苦情が増加して、2ヶ月ちょいで電話が1150件、メールで約3000件ほどに。電話線を切りたくなりそう。切るな。大手新聞社が社説を出すほど注目を集めて、日大は第三者委員会の設置を決定します。大学側が説明すべきなのでは。とりあえず記者会見とかした方がいいレベルでしょ。22日に記者会見を実施しました。ようやくか。事件から2週間以上経ったな。まあやったのは大学ではなく選手側なんですがね。そっかい。選手は21歳とこの前まで未成年だったにもかかわらず、実名顔出しで記者会見という異例で世間を驚かせました。選手は勇気があるな。そこで謝罪と先ほどの監督コーチからの指示やり取りを説明します。基本的に自分が悪いという自責の念に苛まれてました。この選手を非難することはできないな。この記者会見でより一層日大側に非難が集中しました。勇気がある青年とその青年を利用して不正をしたゲスな大学だな。ゲスとまでは言われんだろ。その翌日に監督コーチが揃って記者会見を実施しました。何もかんも遅すぎでしょ。選手がやったから慌てて記者会見を実施したとしか思えない。それで二人は謝罪して QB を潰せとは言ったことを認めたものの、怪我をさせろと言ったことは否定しました。そこだけは否定するのか。一部の発言を否定して選手の受け取り方が違っていた。問題のプレイもコーチは見ていないと説明しました。見てないってマジ？まあ普通はボールを打ってるから見てないのはわかる。その後話は沈静化せず、関東学連の監督会が日大アメフト部との試合拒否を決定。とうとうはぶられ始めた。25日に日本大学学長が記者会見を実施するものの、理事長は出てこず。なぜ出てこないんだ。28日に監督コーチが自宅待機となり、その翌日に日大の理事長学長がこんなことを。部活のことなのでそれぞれの部の間で話し合うべきだと思ったが、話の焦点が変わって対応が遅れて大学の対応が問題視された。要はこうなるとは思ってなかったと言いたいのか。その後調査報告書が提出されて、監督コーチは懲戒解雇に。懲戒解雇は重たいな。チームは秋のリーグ戦に出られなくなり、翌年の秋に下位リーグからのスタートとなりました。つまり降
格したと。大学生にとって1年の出場停止はあまりにも重たい。しかも名門校の部活だから将来がかかっている選手も多いだろうしね。それでなぜこうなってしまったのかという原因に関して、一つはアメフト部内の問題。選手が追い込まれたのがあるよな。もともと監督は1回退任して変わったのですが、リーグで8位中4位でした。名門としては不甲斐ないという結果だろうな。その後今回の監督が戻ってきて、前任の方針から一変させて選手やコーチに厳しく接し、練習時間もランニング量も増加させて精神的に追い込む形にしました。スパルタ形式にしたと。アメフト第一に取り組むことを求めて、学業や就職活動をおろそかになることも意図はないという考えだったそうです。優雅な大学生活が地獄に変わってしまう。特定の選手の名前を挙げて突き放す物言いで叱責して、ああそういう監督いるよな、お前には期待している愛の無知とかなんとか。一方で勝利至上主義のもと、選手に対しルールの重要性を解かず、反則行為を恐れたプレーを戒めて、普段から反則行為を容認するかのような指導を行っていたそうです。異常なまでの勝利至上主義だな。南米のサッカーでは当たり前だよね。これは日本の大学におけるアメフト部の話だぞ。復帰前の第一次監督時代は、自分の意向に沿わないコーチに激しい暴力を振るって大怪我させたり、これがパワハラかっこ物理か、不意障害罪だろ。選手に対する暴力を伴う指導を拒否するとコーチを辞任に追い込んだりするというので、コーチや選手からも恐れられていました。やはり暴力は全てを解決する。新たな問題も起きるぞ。コーチも選手も萎縮して、指示には黙って従うことが当然で、反抗どころか意見を言うのも許されないという状況でした。軍隊としては素晴らしいじゃないですか。大学の部活動って言ってんだろうが、監督が日大本部の要職を務めていて、理事長に次ぐ強大な権限を有していたようです。学長よりも上なのか。一方で今回のコーチ、もともと高校でも教えてたんだよね。監督が復帰してから厳しく接するようになり、特に今回の選手に関しては強い負荷をかけてました。そこが問題だっただろ。監督はコーチの現役時代からそのままで、大学職員に採用される際に保証人になってもらい、監督には服従で、周囲からは小松会お付きという存在だったようです。仲良しすぎるでしょ。外部の意見が入りにくい状況だよな。一定のコミュニティだけで形成された組織だ。これらを聞いて調査委員会は、日大アメフト部は監督の独裁体制下だったと結論付けました。でも大学内に上の組織があるでしょ。監督は日大内でも強い権限を持ってたから牽制できなかったんだよな。上に補体審という組織や副学長が権限を持ってるはずなのですが、事実上機能しておらず、おい補体審の下の組織の事務局長が実権を掌握するのですが、常務理事でもある監督がコントロールできるという状況でした。ガバガバすぎる。これらもあって全ての対応が後手に回りました。まず初期対応の誤りで話が大きくなります。一番最初に誠意を持って対応すればよかったのでは。ここに至るまでの部内が問題でしたからね。さらに理事による口封じ工作や、関学大への回答も誠意がなく、日大として対応したのが16日からでした。ここまで対応が遅いのも面白い。10万人以上の組織なんだし、こういうのを想定した対策はなかったのか。危機管理委員会や危機対策本部等の仕組みがありますが、機能しませんでした。意味ないじゃん。理事長はマスコミから取材を受けても、無責任な発言を繰り返して沈静化せず、日大ヤバすぎない。相手側が被害届を提出して、第三者委員会を設置する方針になりましたが、常務理事会において議論はありませんでした。もしかして興味ないんすか。当事者意識がないのでは。記者会見も失敗で、学生側の意見と矛盾があって、責任逃れのような発言が目立ち、問題がより悪化しました。そもそも先に記者会見をやられた時点で勝ち目がない。危機管理対応の失敗事例として教科書に残すべき事例だな。それでこの事件が起きてから1年後の2019年に、日大アメフト部は復帰。世間から注目を集めた選手も、当時はアメフトを続ける権利がなく、やるつもりもないと言っていましたが、復帰しました。おお、よかったじゃん。これで引退したら夢見が悪くなる。副キャプテンとなって、みんなを引っ張り、上位リーグへと導き、大学を卒業。その後、社会人のアメフトに進み、ライスボール優勝8回の強豪富士通フロンティアーズに入りました。強豪に入れたってことは実力があったんだな。あの時辞めなくてよかったね。一方で、元監督と元コーチについて、懲戒解雇になったんだよね。結局権利不十分として不起訴処分となって、監督は大学側と解雇無効の裁判を起こして退職扱いになりました。撤回されたのか。その後、元コーチは2020年3月に阿部プラのインタビューに出演。よく受けたな。当時のことや、その後のメディアの報道姿勢や調査報告書があまりにずさんだったと批判しました。
ました。具体的にどこが？やりましたね。おお。こんな会話してないし、監督の独裁体制など結論ありきで作られている。としてました。まああんな会話本当にしたのかというのは疑問に思う。そもそも状況的に学生からのヒアリングだけで作られたものだろうしな。元監督も2024年の6月にアベプラのインタビューに出演しました。アベプラそういうの好きだな。根性切りつ厳しさや勝利至上主義について語ったり、コーチと同じくメディアや調査報告書について批判しています。なんかあの調査報告書も怪しく感じてきた。部員コーチとかから聞いた感じですからね。まあとりあえずこの件はこれで終了か。タックル問題はこれで終わりましたが、これだけではありませんでした。なんだと？今回で浮き彫りになった日大の組織としての統治不全が原因で別の問題も起きました。マジか、それはヤバいやつなのか？これにより日本大学そのものが大きく揺れて、アメフト部は最悪の結末を迎えることになります。一体何が？と続けたいのですが、時間的にそろそろあれなので別の動画にしようかと。まさかの分割会。ところでなぜこの動画を作ったんだ？あ、ここで言わなきゃダメですか？とりあえずこの動画を締めてくれ。アイシールド21を見直して。普通すぎてつまらん。ピエン、次回までに考えとけ。スクールウォーズだったらいいですか？ラグビーじゃん。